やる前、腹黒系 YouTuber、サルです。ちょっと待って、もーちゃんが泣いている。もーちゃん、一瞬だけご挨拶しようか。皆さんに、はい。こんにちは。こんにちは。お腹すきました。はい。じゃあ、行くか。もう行く？もうねんねすんの？はい、ということでね、もーちゃん、もうねんねするということで、はい。キャッチ&リリース。というわけで、今日はですね、ベン・ホワイトの秘密ということで、アタオカの皆さんとね、共有したいと思うんですけれども、いや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 、本当にね、ちょっとベン・ホワイトがね、今熱いんですよ、俺の中で。俺の中で。いや、俺だけじゃないよね。ベン・ホワイト熱いって思ってる人いるよね。いるよね。いなきゃおかしい。いなきゃおかしいんだから、今アーセナルに必要なのはベン・ホワイトとキビオル。この二人。この二人が必要ってことで、その中でもキビオルが輝いてるのはもうベン・ホワイトのおかげ。ってことでね、そういったことも含めて、今日はね、ベン・ホワイトを深掘りしてみたいと思うんですけども、ベン・ホワイトといえば、まあ皆さん思い浮かぶのは、冨安にパスを出さないやつってことでね、めちゃめちゃ覚えてる方もいらっしゃると思うんですけども、そんな一見クールに見える男が何をモチベーションにプレーをしているのか、プレー中あんまり感情を出さないじゃないですか。笑ったり怒ったり泣いたりみたいなことないですよね。喜怒哀楽あんまり見えないですよね。そんな選手が何をモチベーションにプレーしているのか、そして驚愕の偽サイドバックについての発言なんかをですね、ここ最近のエピソードなんかを交えて皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひね最後までご覧ください。これ見終わる頃にはベン・ホワイトが苦手な方は手のひら返して好きになる、でベン・ホワイトがシンプルに好きな方はさらに好きになるっていうね動画になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。サルチャンネル、まずは先日のシェフィールドユナイテッド戦、皆さんお疲れ様でございました。この試合は週末ではなく、くっそ忙しいマンデーナイトロ、月曜のナイトゲームってことで、日本時間だと火曜早朝5時とかでしょ。そんな時間やってほしくないよね。俺だってさ、月曜日の夜あんなクソ田舎組んだりまで行きたくないですよ。本当に金曜と月曜のナイトゲームだけはやめてほしいって話。まあそんなわけでね、月曜の夜マンデーナイトロ参戦してきたわけなんですけれども、そうは言ってもね、皆さん楽しかったですよね。楽しかったね。楽しくないわけないよね、6点も取ったりはね。まあ、皆さんも気持ちよく出社並びに通学できたんではないでしょうかと。ただブログでも書かせてもらいましたが、試合前はね、気が気じゃなかったっすよ。ぶっちゃけ不安しかなかったっす。マジで。だってさ、ここまでが好調すぎるんですよ。今年に入って無敗ですからね。6戦無敗。しかもですね、そのほとんどが大量得点ってことで、クリスタルパレス戦 5-0、リバプール3-1、そして超絶苦手なロンドンスタジアム、ウェストハム戦は6-0、さらにアウェーのバンリーは5-0、そしてホーム、まあ、ニューカッスル戦は4-1と、もう大量得点が続いてるわけですよ。そらこの勢いでシェフ優先もこれいっちゃうでしょと、全宇宙のグーナーの皆さんが期待したところだと思うんですが、ちょっと待ってよと、ちょっと待って、ちょっと待って、ま、言うね、俺的にはこういう時に再会相手にコロッと言っちゃうのがこれまでのアーセナルだったでしょうよっていう。でしょ？アーセナルあるある第3項。ビッグクラブに連勝しても最下位にコロッと負ける。これね。これあるんだから。これあったんだよ、これまで。わかるでしょ？もう皆さんわかってるでしょ？皆さんわかってるよね？俺だけじゃないよね？ってことで、まあぶっちゃけ不安しかなかったですよ。だからもう結果は出るまでわからないと。とりあえず1点いこうという気持ちでいっぱいだったんですけれども、終わってみれば結果は圧巻6ゴールと、とんでもねえまたゴールラッシュで最高マックスの結末を迎えましたということなんですよ。楽しかったね。楽しかった。やっぱさ、 1-2 とかのヒリヒリするゲーム、シーソーゲーム、取って取られて取り返して、ああいうヒリヒリしたシーソーゲームっていうのが僕は一番好きなんですけども、でもやっぱりさ、ボカスカボカスカボカスカ坊主、もうフルボッコにして大量得点するのもあれはあれで楽しいっすね。楽しいよね。そういう時にちゃんとって全く違うんですね。みんな余裕があるんで、余裕があるちゃんとが軒並み爆誕と、特にこのちゃんと、俺
俺らが行くとこ全部ガラッガラやないかと、俺ら大量得点してみんな帰っちゃうからっていうね。あとこれとか、そしてこれとか、これはね、 Are you told them in disguise っていうクソ弱いチームに対して、あれもしかしてお前らトッテナムですかっていうスピンオフバージョンなんですけど、それの派生して 6-0 で勝った、もしかしてウエストハム、なんやったら今2部降格しそうなシェフィールドウェンズデーですか、もしかして。これシェフィールドウェンズデーっていうのはシェフィールドユナイテッドのライバルチームですよ。そのライバルチームを引き合いなして、お前らもしかしてウェンズデーかという、ディスりまくりのちゃんとね、こういうのが出るのもやっぱりこう大量得点だからこそなんですよ。心が余裕がある時に出るちゃんとっていうのがあるんですよね。そういう意味ではこのシェフィールドユナイテッド戦めちゃめちゃ楽しかったし、いろんなちゃんとの聞けました。なのでそのいろんなちゃんと聞きたい方はぜひね、あの一つ前の動画見ていただきたいんですが、まあここからが本題なんですけども、皆さんご存知のようにアーセナっていうのは日替わりでヒーローが現れるクラブなんですよ。わかりますよね、この意味。そしてこの日も新たなヒーローが爆誕しましたと。その男はズバリベン・ホワイトって話。それがなぜかっていう話なんですけれども、このベン・ホワイトがね叩き込んだこの6発目のゴールっていうのが、なんと記念すべきアーセナル1万本目のゴールとなりましたっていう話なんですよ。1万本ですよ、1万本目という記念すべきゴール。ということで、ここ最近のね、キリバンゲットをちょっと発表したいと思うんですけれども、記念すべきアーセナルの1ゴール目っていうのがホープ・ロバートソンさんという方なんですけども、この方がですね1989年 10.5 リンドハースト戦で、記録しております。ただアーセナルというのは1886年に、創設されてるはずなんで、その3年のギャップがちょっと気になるところであるんですが、6789とね、なんかあったんでしょうおそらくね。でそれがファーストゴールですと。そして1000ゴール目が1907年4月13日のバーミンガム戦、パーティー・フリーマンさん。そして5000ゴール目がですね1969年4月19日のストーク戦のストークの人のオウンゴールと。オウンゴールで記念すべきって言ってんのやだね、なんやねんストークの人ってなるよね。で7000ゴール目がですね、これが1995年11月3日ブロンビー戦でのイアン・ライト師匠、ライト師匠が7000ゴール目記録しております。そして8000ゴール目、これが2005年、 1.9 ストークシティ戦、まあ、ストークがすげえ縁があるな。ストークシティ戦のホセ・アントニオ・レイジェスですね。イギリスには太陽がないっつってホームシックになったでおなじみのレイジェスさんでございます。交通事故で、この世を去ってしまったんですけども、そのレイジェスが8000ゴール目と。そして記念すべき9000ゴール目がですね、皆さんの心の中にもしっかり刻まれてるであろう2014年5月17日 5.17FA カップ決勝ハルシティ戦でのアーロン・ラムジーのあれ、あの決勝ゴール、これが記念すべき9戦目のゴールとなっております。このラムジーのゴールでアーセナル 3-2 と勝ち越して9シーズンぶり11回目の FA カップ優勝を果たしたんですよ。そしてあれから約10年、もう10年経つんですよ。僕が春側のチケット買って春のゴール裏で地蔵になってたでおなじみのあの春シティ戦ですよ。そして今回ね、記念すべき1万ゴール目を叩き込んだのが俺たちの右サイドバックベン・ホワイトですよ。ストライカーでも何でもなくベン・ホワイト、これまで大体前線の選手ですよ。ディフェンダーが決めた、なかなかないと思う。だからこそ俺はね心底嬉しいんですよ。このベン・ホワのゴールっていうのは実に今のアーセナルを象徴するゴールだと思ってます。アーセナルにストライカーはいらないと言われて久しい昨今でございますが、今のアーセナルはどこからでもゴールができる。このシェフ優先のゴールスコアラーも6点全員違う選手ですからね。1点目のマーチン、2点目はまあオウンゴールですけど、
あれ、サカでいいですよ。サカ狙って当てたんだから、あの選手に。そして3点目ガビー、4点目ハバサン、5点目コメオ、6点目このベンフォアト。そんなことある？ハーランドが5点ぐらい取っちゃうでしょ。モーサラは3点ぐらい取っちゃうでしょ。でもアーセナル取っちゃわないんだから。6点違うことだってなかなかないですよ。でもこれこそがミケル・アルテタの目指す全員サッカーですよ。これを体現してるって話ですよ。まあ昔はアーセナルにもストライカー至上主義って時がありました。とにかく大場面に集めろっていう時がありましたよ。その時はもう全員集中的に大場に全てを託していたわけなんですけれども、それはぶっちゃけモロ派の件と、もしその頼みの綱の大場が調子を落としたらチームが崩壊するっつんで、で実際崩壊するっていうねことがありましたね。大場がですね、ゴールデンブーツ得点を争いとかしてる時はアーセナル調子良かったけど、大場がメンタル病んでからというもの、それと同時にアーセナルも落ちていくっていうことがありましたよ。でも今はどこからでもいける。アルテタはそういうチーム作りをしてきたんですよ。アーセナルにエゴはいらない、そういうチーム作り。そんな中でもホワイトは 1,2 を争うぐらいエゴがない選手だと思います。富安と双璧をなすぐらいエゴがない選手、まさにですね、陰日向に咲く選手ですよ。チームメイトのためだけにただひたすら脇役に徹してサイドで汗を流しながら水を運ぶ仕事人でございますよ。試合前のこの入場の時のやつ、これ見てよ。狙った獲物は逃がさないっていう、これ完全に必殺でしょ。必殺仕事人でしょ、これ。絶対心に組紐かかんざし持ってますよ。この首にグサって刺すようなかんざし。これ見た目京本政樹ですよ、こんなの。シュ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 ギュッですよ、もう。何のことかわからない人は必殺仕事人、京本政樹でググってください。要はですね、もう暗殺者ですよね。ナチュラルボーンアサシン。ホワイトアサシンダラーですよ。本当にいいサンプリングすると思いますよ。ホワイトアサシンダラーも。いや、レベゼンはアーセナル。俺たちで守ってる。仲間たちで守ってるって話。そしてホワイトといえば、なんといってもセットプレーですよ。今話題のセットプレー。このような形で、亡霊のようにキーパーに近づき、鉄砲玉としてクラブに身を捧げていると。でね、このコーナー蹴る瞬間見てほしいんですけど、本当に亡霊ですよ。亡霊みたいにキーパーの前に立ちふさがって、キーパーの目くらましをするわけですよ。これがあまりにも巧みすぎて、ホワイト警戒令が各クラブに出てるぐらいですよ。だってセットプレーの時に、必ずホワイト抜かれてますもんね、カメラに。絶対キーパーに触れさせまいとして、ディフェンダーがですね、ホワイトにマンツーでついてますもん。それぐらいホワイトの仕事がやべえって話なんですよ。今ね、アーセナルセットプレーで爆裂してんのは、間違いなく仕事人ベン・ホワイトのおかげっつっても過言ではないわけ。いい？わかる？気づかなきゃダメだよ。本当に。って話なのよ。でね、このセットプレーについて質問されてベン・ホワイトの回答っていうのがまた素敵で、どんな感じでキーパーいじりしてんの？っていうふうにね、質問されたベン・ホワが、まあ目の前立ってみたり、まあ膝チョンしてみたり、まあいろいろっすねと。あとはまあわちゃわちゃやって、まあ、何が起こるか、それを見守るのが僕の仕事っすと。で、ここからが大事なんですけど、まあ結局は勝つためなら何でもするってとこに行き着くんすけどねという話をしてんですよ。これなんですよ、これ。勝つためなら何でもする。これこそがベン・ホワイトの哲学なんですよね。ああ見えてね、とことん勝ちにこだわる人間、これがベン・ホワイトなんですよ。なんかそう見えないでしょ。で、皆さんもこのベン・ホワイトが1ミリもサッカーに興味はないっていう話聞いたことないですか？例えばもう子供の頃からテレビでサッカーの試合は見たことがない、なんやったら自分のプレーすら見ないと、そういうふうにもう発言するぐらい全く興味ないんですよ、サッカーには。ただまあサッカー選手としてはプレーしてるけれども、特にそれ以外は全く興味ないんだと。なんだけどピッチに出たらもう変わりますねと。でピッチに出るともう熱くなるんだと。やることなすこと全部勝ちたいっていう実は熱い男で、そのやることなすことっていう幅がそのサッカーだけではなく、家でね嫁とウノ的なカードゲームとかした時も絶対負けたくない、もう絶対勝たせないっつって、ありとあらゆる八方手を尽くして俺は勝つんだというぐらい徹底してるんですよ。そんなホワイトがねセットプレーの時ゴール前で汚れ役を引き受けるっていうのも何ら不思議ではないわけですよ。クラブが勝つためなら何でもする。じゃあ俺がその汚れ役引き受けますっていう話。
そしてもう一つ、今のアーセナルの好調の一端を担っているっていうのがホワイト魔改造計画、これです。アーセナルっていうのは通常左サイドバックの選手が偽サイドバックとなって真ん中に入ってたわけなんですけれども、業務を速やかに遂行していた本職であるですね、ティンバー、トミアス、チェンコっていうのが揃って全滅。唯一残ったキビオルっていうのも頑張ってましたけれども、キビオルの本職は左のセンターバックですからね、左サイドバックじゃないんですよ。しかもですね、その偽サイドバックのロール、そのなかなかさ難易度高いっすよ。攻撃の時左サイドバックが真ん中に入って仲介役となるみたいなさ、難易度高いんすよ。守備の時は守備の時でまた違うロールがあるしみたいな。だからキビオルが偽サイドバックやってる時はもう本当に見てらんなかったっす、かわいそうで。それはテスコにも言えること。本来キビオルっていうのは直線行ってこいの選手ですから、そういうシンプルな至ってノーマルな動きをしたいとする左サイドバックの選手なわけですよ。それをだから無理やりその偽サイドバックさせてたっていうことなんです。なので慣れないムーブでなかなかフィットできてなかったわけですよね。そこでアルテタが考え出したのがホワイトの魔改造計画ってやつです。右のホワイトに偽物の役目を授けて、キビオルに自由を与えて無理はさせないっていう、そういうロール、これで偽物の呪縛から解放された結果生まれたのがキビの溢れ出る躍動感なわけですよ。このキビオルのタスクを軽減した結果、ティンバー、トミアス、チェンコがいなくても左は格段に安泰となりましたと。しかもこのシェフィールドユナイテッド戦でもワンアシスト決めてますからね。そしてここ5戦で1ゴール3アシストですよ。もう大化け大覚醒と言っても過言ではございませんよね。ございませんでしょ。ござる？ござってる人いたら教えてください。コメントに書き込んで、はい、いろありますって、違うと思いますっつって。それもこれも右のホワイトがこの無理難題を引き受けてくれたからなんですよ、これが実現してるっていうのは。それについてこの2戦右サイドバックホワイトロールについて、ホワイトはねこう語っております。よくこのポジション偽サイドバックが難しいかって聞かれるんですけど、特にそんなことはないっすね、まあ、自分がいつどこで何をすればいいかっていうのは、まあ、ミケルが事細かく指示してくれるんで、まあ、監督が仕事をシンプルにしてくれてるんでめちゃめちゃ楽っす。いや別に俺じゃなくても誰でもできんじゃないですかねって語ってんすけど、いや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 、できねえのよ、できねえのよ、できないのよ。なかなか苦労してたぞパーティーも、キビウォルはめちゃめちゃ苦労してた、できないのよ。いや、やろうと思った時間かかるよね。なんかあんたサクッとやってるよね、なんかしれっとやってるじゃん。え、無理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 だから、移る人無理なんだから。本当にセンターバックから右サイドバックにコンバートされた時もサクッとやってたもん。おかしいのよサッカー IQ が、バグってんのよ。スーパーコンピューターでも入ってんのってぐらい。でもこれね、誰でもできんじゃないですかねっていうのは、これねホワイトね本心から言ってると思う。何の嫌味もなく何でもかんでもサクッとできちゃうじゃないですか。天才タイプですよ、天才肌ですよ。でもねそれだけ才能に恵まれてるにもかかわらず一切出しゃばらないでしょ。そしてね特に欲もないんですよこの人、全く一切欲がない。唯一あるとすれば勝ちたいっていう、その欲だけですよ、ただそれだけ。そういう謙虚さを合わせ持つ聖人、それがベン・ホワイトという男なんですよ。なんか嫌いだった人もさ好きになってきたでしょベン・ホワ、さすがに俺もますます好きになったもん。サルチャンネル、炎にはですね燃え盛る赤い炎と見た目冷たい青い炎っていうのがあります。例えばキャンプファイヤーの火は赤いですけど、コンロの火とかって青いじゃないですか。あんな感じで炎には2種類あるんですよ。勢いよく燃える赤い炎の方がですね雰囲気温度が高いように見えますが、実は青い炎の方が温度が高く触れただけで火傷するヤーツなんですよ、ヤーツ。でこの一見ねクールなイメージがあるベン・ホワイトっていうのはまさに青い炎をまとった男であると俺は断言したい。常に冷静沈着かつ目立つことを良しとしないっていうね。でもプレイ中は人一倍熱い魂を燃やし戦うっていう、そんな男ですよ。そして名前はホワイトってことで、白っていう色は何色にでも染まることができるじゃないですか。そんなホワイトがですねスカイのインタビューでこんなことを語ってくれてるんですよ。ここで満足なんでもうどこにも行きたくないっすねと。それを聞いた時、もしかしたら彼の心はもう真っ赤に染まってくれているのかなというような気がしました。
そんな献身の塊のような男が1万という切り板をゲッツしてクラブに名を刻むっていう、その意味ですよね。それは未来英語を語り継がれていく切り板ですよ。1万って言ったらビッグナンバーですからね。1万回に1回しかないんだから。アーセナルが未来英語を語り継がれていく上で、もう10年後20年後100年後かもしれませんよ。あの時あの時代アーセナルはミケル・アルテタっていう監督はそういうチーム作りをしていたんだと、末代まで語り継ぐことができるっていうことなんですよ。そういう意味でもこのベン・ホワイトの1万ゴールっていうのはめちゃめちゃ貴重な大変意味のあるゴールであると俺は口を大にして言いたいわけです。皆さんにお伝えしたいわけですよ。これがストライカーだったらさ、そんなことならないでしょ。いやもちろんね、サカとかに取ってほしかったですよ、取ってほしいけど、でもベン・ホワイトだからこそ意味があるっていうところがあるんですよ。ということでこのベン・ホワイト1万っていうのはアーセナルを語り継いでいく上でも本当に良かったと思います。サルチャンネル、ちょっとここからですね、ちょっと私事で大変恐縮なんですけれども、今ね最後に切り板っていうことが出ましたが、今ご覧になってるこの YouTube チャンネルがですね、なんと3万人を突破することができましたということでですね、まあまずはシンプルにありがとうございましたと、これもひとえにですね、物好きなあたおかの皆さんのおかげでございますということで、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。マジありがとうございます。マジで、まあここからですね、ちょっとなだれ式の会場祭りっていうのが起こると思いますんで、一応暫定としておきたいと思うんですけども、一応ねこういうご報告させていただきました。はい。でこれまでですね1万2万っていう大台突破した時に、まあ、特にね記念ライブ的なことは一切やってなかったんで、まあさすがに3万いったらちょっとやってみようかなと思いますんで、記念ライブっつっても、まあ、毎回ライブしてるからなそれの延長戦になると思いますけれども、もしよろしければまあ参戦していただければと思いますと。そんなことよりも大事なのは次節のブレント報道戦でございます。でこの日のキーマンは間違いなくラムちゃんです。ゴールキーパーのアーロン・ラムスデア。でこれは何でかっていうと、まあちょっとご存知ない方のために言っておくと、現在ねライアっていうのはまだブレントフォードからローン中なんですよね。でローンの選手をローン先の試合に出すことはできないっていうプレミア上のルールがございまして、これは 100% ラムちゃんが出ます。大音源でも何でもございません。間違いなくラムちゃんがキーパーやります。でもですね一点、まあ、気になることがラムちゃんの試合感ですよね。ここ最近ずっと出てない。でこの試合感のないラムちゃんを攻めだるまでカバーできるかどうか、まあ、この辺がね肝になると思いますが、俺はラムちゃんはやってくれると思ってます。あの時のレノのように。というわけで週末8連勝がかかったブレントフォード戦、心して待ちましょう。というわけで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。そして登録者数3万ありがとうございます。そしてベンファ1万の切り板ゲッツおめでとう。カムイからスタートした。